これもう一回やったらやっつけてしまおうかな。とりあえずやっとく？耐えてね、リアルが。あ、やっつけた。大丈夫だ、旦那。赤い鎖がある。赤い鎖を持って神王神殿の祭壇へ行く。ねえ、ポケモンは回復しとるね、全員。この後もなんか戦闘あるんかな。一応ここでなんか力試しっぽいことをさされたってことは、ねえ、ありそうよね。一旦ベース戻って、レベル的にちょっとエレブ連れてこようかな。エレブ結構ね、レベル、高くなかったかな。もしかして高くなかったかな。あ、おったおった。54。いや、微妙だな。別にこのままでいっか。まあ、一回行きますか。行きますか。戻ってきた意味なかったな。またなんか遠ざかっただけやった。まあ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 。行こうぜ行こうぜ。まあでも一発でやっつけれてよかった。ドクロック意外と耐えてくれるじゃねえか。ね、痛い！やめてよ。え、あれってさ、エレブの進化系？待って、どこだ？あっちが、あっち側か。あっち側か。ちょい待ってよ。あれはエレブの進化系ですか？なんかすごい不気味な感じになるんよね、エレブ進化したら。まあ、別にエレブもかっこよくも可愛くもないんやけど。待って、どこだ？あ、これや。そっか、これ経由じゃないといけんのやね。じゃあちょっと行ってきます。この人間体でも普通に走りたいんですけど、なんかね、なんか、動きだけは走り寄る風やけどめちゃくちゃ遅くない？そんなスピード、早歩きでも越せれそうやなって感じのスピードなんやけど。毎回その演出あるのね。よし。じゃあ、ちょい赤い鎖、持っていきますか。あれ、団長おらんねえけど。あ、おったおった。こっちか。いよいよ赤い鎖の出番だね。早速使おうよ。待ってくれや。何かが頭に、いや、心に話しかけてくる。何？赤い鎖、よく来た。人よ、我を捕まえてみよ。え、関、何を言い出してるの？何、乗っ取られたからだ。捕まえろだって？神王様だ。神王様、ご連に語りかけてるぜ。お？赤い鎖、よく来た。人よ、我を捕まえてみよ。来たるべき戦いに備えて。お？捕まえる？ボールでってこと？来たるべき戦いに備えて？神王様使って戦うってこと？次。持っていけ。何よ、ボール？お、アイナ、ハイパーボールを10個手に入れた。やったー、ありがとう。10個買ってきとるけど。くれるんや。捕まえるって追いかけるんかな？ポケモン勝負？お、来る、神王様。どれ、神王様。うわぁ。なんやっけ、これ。なんか見たことある。なんか見た、なんやった？ポケモンの名前忘れた。あれ、なんかさ、ソードシールドの時のポケモンこれじゃなかった？あれ違ったっけ？別のやつか？何の時のポケモンこれ。え、今回新しくできたやつこれ。わからん。え、こんなのなんか前もおらんかった？あれか。あの、何やったっけ。パールと、
なんとか。パールと何やった？なんかあの時のポケモンやろ？そのパールじゃない方のポケモンよね。リュールが。ギャー一発。なるほどね。しっかりポケモンで戦うわけや。ドクロックいける？耐えれる？一発でやられるかな？何タイプなんやろ？とりあえず大地の力。やっつけるんじゃなくって、捕まえるんよね。これもう一回やったらやっつけてしまおうかな。とりあえずやっとく？耐えてね、リアルが。あ、やっつけた。やっつけた。あ、ここレベル上げできるやん。じゃなくって、捕まえんといかんのよね。怒った？え、これで捕まえれる？引け！一度引くんや！なんで関西弁？え？ずっと関西弁やった？違うよね。俺の言葉を思い出せ。捕まえてみよ。あのポケモンはそう伝えてきたぜ。倒す力があるならば必ず捕獲できるはず。なるほど。やっぱ捕まえんといかんのやね。はい、頑張ります。捕獲のための戦いを挑みますか？挑みましょう。でもここでさ、レベルが上がるってことは、ね、倒していきよったら延々レベル上げできるよ。グギュグバー。どういう鳴き声？あれ、パールと何やったっけ？全然思い出せんねよね。私が使いよったのはパールなんよ。もう一個の方は、アスムが、もうなんか耐えたぞ。アスムがね、パールじゃない方しよったんやけど。何やったっけな。あの時のポケモンよね。ディアルガとパルキアやったよね、確か。今度はダメだった。くそー。なんてこった。ミフラいける？さらにレベル低いですけど。やっぱさっきので捕まえておくべきやったな。そう。いいファイト。これ捕まえれるかな？一旦ちょっとハイパーボール使ってみよう。ハイパーボールないんですけど。あったあった。びっくりした。ないかと思った。焦った。どういける？てか、いけて。出んなよ、おい。出んなよ、おい。どうかな？効果抜群じゃない技で減らすか？ベロベルトの今一つでいくか。今一つの技でいくか。ちょ、耐えてね。耐えるは耐えてね。ああ、いい。どうする？ギガインパクト。なんかやっつけてしまいそうな技の名前やな。大丈夫か。転がるぐらいでいい。いや、ちょっともうちょっと減ってくれていいかな。もうちょい減ってくれていいかな。力技ぐらいでいける。いいんじゃない。赤くなったよ。次なんかポケモン出してボール使おう。じゃあとりあえずヌメール出とく。多分もう捕まえれてくれんと困るよ。はい、ハイパーボール。体力的にはいけそうなんやけどな。捕まれ。おっしゃ、いったー。やったね。やったー。ディアルガを捕まえたー。で、これを組み込んでいけばいいわけやろ。まあ、レベルも一番高いしね。イエーイ。伝説のポケモンがこう回したりと。捕まえた。なんなら伝説のポケモン1回目、普通にやっつけたしね。砕けた赤い鎖。湖の3匹のおかげだね。砕けた赤い鎖、よく見てなかったわ。さすがです、アイナくん。戦っている様子も捕獲の瞬間もきちんと見ましたよ。いつの間に来た？おった、さっき。おらんかったよね。調査隊の誇りなのです。なんと言っても先輩が俺だからな。
後輩がすごくても何も意味ないんよ、自分がすごくないと。まあ、ただ神王様、いやディアルガ様が俺の心に話しかけて、私のボールの中に入っとるのに避けた時空、こぼれた強い力、荒ぶる一匹やってくる。何がやってくるん？人よ、我と共に戦え。もう一匹やと？だが赤い鎖は砕けた。いかにアイナといえど、もう一匹と相対するのは無理やろ。ねえ、なんで途中から関西弁になったん？何があった？なんか張り詰めとった気がなくなったけんってこと？素になったって感じ？あ、あれ？ハルキア？よね。え、両方来るん？これは？これも捕まえるの？なんかさっきよりすごそうやけど。捕まえるのかな？捕まえれる？てか回復したいんやけど、回復したかな？パルラパルラー。巻き舌ができない。もう一体の神王様が戦いになる前に退却や。ひけい、ひとまず山頂ベースまで戻るで。でも旦那、ねえ、なんでみんな触れんの？今まで一回も関西弁じゃなかったことない？私が知らんだけ？放っておけないよ。アホか、死んだら終わりやろうが。お前も早さらんか。関西弁のおかげで、とてつもないその辺のおっちゃん感が。なんとも言えない圧力。さすがに調査は無理ですね。それにしてもアイナ君、よくあの場に立っていられましたね。裂け目から放出されるエネルギー、あれが不思議な雷として溢れ、キングたちを荒ぶらせていたのでは。まさか神王様が2匹いるとはな。たまげたぜ。混合団、真珠団ともに間違ってなかったってことよな。確かに、それぞれ崇めとる神王様が違っとったってことやもんね。心よりお詫びする。席に帰。アイナを信じたソナたちの目が正しかった。どうした？正気を取り戻したか？なんか普通の話し方になったけど。そしてアイナ、私の身勝手な一存で銀河団を追われ、ただならぬ苦労をさせたというのに、よくぞ翡翠地方のみんなを助けてくれた。まだ解決してないよ。パルキア出てきたよ。まあ時空の裂け目をほっとくわけにもいかねえし、電木さんにも何やら事情があるようだからね。ボス、神王神殿の件ですが。いいね、余韻に浸るよりも目の前に事実と向き合う。まさに学者先生って感じだよな。頼もしいな。アイナの影響か、皆がたくましく変わっていく。よかったな、あんたでなければあのような異変に立ち向かえねえよ。何が良かっただバカ。どうやって戦う？赤い鎖は砕けたんだよ。落ち着けや。そのことだけどよ、ディアルガ様が教えてくれたぜ。ディアルガってさっきのポケモン？ああ、そういう名前らしい。こんなことを伝えてくれたぜ。あ、自己紹介もされたってことは頭の中で。宇宙始まりの石。赤い鎖。人が作りし器。それらを合わせ、乱れし空間を収めよ。お？裂け目が塞がるってことかな。ディアルガ様と共に神殿に向かえってな。帰ってきたのにまた行くん？赤い鎖はあるよ。砕けたけれど、かけらを集めておいたの。優秀。人が作りし器とは、モンスターボールのことですね。そういうことなんや。全然わからんかった。それしかねえよな。だがよ、宇宙始まりの石ってなんだ？低いならわかるかも。鉱物への理解が深くて、いつも鉱山資源の採掘を行っているし。なるほど。それは心強い。低いって、あのちっちゃい人？して、ラベン博士、何か思い当たることは？宇宙始まりの石。どうした？そうです、アイナ君。怪し師たちから受け取ったプレートにメッセージが刻まれていると、ゴロさんがおっしゃっていました。お借りしてもいいですか？その石のこと？てか、ウォロさんどこ行った？一緒に帰ってきてはないんか。これです。大地のプレートに刻まれた、宇宙生まれし時、その欠片プレートとする。これがヒントとなるのです。
ってことはもうそのままプレートが、プレートを合わせるってこと？かけらってことはどういうこと？プレートに似た性質の石を探すのです。似た性質？プレートそのものではないんか。しかもキクイ君はボロさんに頼まれ、そうした石の在りかに心当たりがあるとか。そういやボロのやつ、金剛集落でもプレートについて聞き回っていたことがあったな。なんとかなりそうだね。では宇宙始まりの石、名付けてオリジン鉱石を探すのです。メイン任務、もう一つの存在。パルキアのことかな。カイ、助けを頼めるか。もちろん、キクイを山頂ベースに呼ぶね。どれだけ待てど暮らせどお招きはないのですからね。椿自ら発散しましたよ。君は呼んでねえよ。兄貴、椿にも役目をくれよ。リーダーと呼べ、リーダーと。じゃあリーダー、椿にも役目をよこせよ、役目を。どういう顔。であれば応援してろ。他のキャプテンはキングを世話したり、集落の皆を落ち着かせてるで。兄貴はバカだな。人には向き不向きがあるのだよ。偉そうだな。あなた、腰抜けではなかったのだな。へ、リアルガを捕まえて。褒美を持って行きたまえ。いわゆる椿なりの激励。言うなれば椿賞と言っていいね。いらねえ。何？アイナはスイートトリュフを3個手に入れた。スイートトリュフ？何？ポケモンをおびき寄せる感じ？低いだよ。似合わない帽子に似合わない大事なお役目。椿気に入らないね。水の鉱石は大事な財産。それに早くから目をつけていた。俺が大事な場面で働くのも当然。文句があるのでしたら、バサギリと勝負するかね。そちらの丸っこいので。はぁ？丸ワインをグロー？放電させますよ。痺れさせますよ。まあまあ落ち着けよ。椿うるせえな。真珠団と仲良くしてくれや。一大事なんだよ、一大事。なんだよ、兄貴。新王様じゃなくて、ディアルガ様の言葉を聞いたって、集落じゃ大騒ぎだぜ。もっと堂々とすればいいのでは。堂々とするとしても、お前じゃなくて、こっちだな。キクイ頼むぜ。合点。では、太古の洞穴に行くとするかね。オリジン鉱石が採掘できる場所へ向かう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、パルキアの方も捕まえるんかな？戦うだけかな？まあ、わからんけど、とりあえずディアルガを、ね、仲間に組み込んで、進んでいこう。